はい、耳コピの練習をするのに音感が良くなる方法の練習の方法です。で、ここからここまで。で、これを毎日聞くとすごくいいと思います。これはドレミファソラシドっていう音に対して、そのどの音からでも一つの場所から次の場所に行く可能性、オクターブの範囲内での可能性全てを、全ての音程パターンを練習するという意味でいいと思います。で、この練習は、移動度という考え方でやった方がいいと思います。このドの音がドレドミって歌うんですけど、このドっていうのはキーが C の場合はドになりますけど、キーが F の場合はドレドミっていう感じで聞こえるようになるためにやっているので、移動度という感じで、ドっていうのがキーの中心、一番の音という感覚で練習したらいいと思います。そうすると聞こえてくる音もキーに対しての度数で聞こえてくるようになりますので。で、今から音を弾くんですけど、これをで鳴らしているときに頭の中ではドレドミドファっていう風に頭の中で聞くようにして言ってもらうといいと思います。まずは僕が口で歌います。ドレドミドファドソドラドシドドドシドラドソドファドミドレドドレミレファレソレラレシレドレレここの57小節目からちょっと間違えてて、本当は下がってくるんですけど、ちょっと間違ってるので消しましょう。で、ここはソから下がってくる、同じように。で、次ラからもラジラドラドラマイラファラソラファラソラファラミラルラルラシラファラシラファシラ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 っていうような感じで、やればいいと思います。で、次の動画でこの音だけを取ったやつを取ります。以上、このイヤートレーニングの方法と考え方の説明でした。